開会式、陸上競技が行われたユニバー記念競技場第61回国民体育大会は2006年に兵庫県の神戸市を主な会場として開催された。下記、秋季大会のスローガンはありがとう心から、兵庫から。大会マスコットは、ハバタン。兵庫県での国体開催は50年ぶり。冬季大会は1月28日に。 スケートアイスホッケー競技会、氷と苫小牧国体が2月19日にスキー競技会がそれぞれ開幕。下季、周期大会は、野地岐区兵庫国体として9月30日に、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で開幕。野地岐区は、兵庫県の県下。10月10日に天皇杯、皇后杯が授与する都道府県が決定された。この大会では、 国体史上初めて夏季大会と秋季大会とが一本化され、参加人員を縮小、国体を目的にした新規施設の建設をせず既存施設を活用するなど、簡素化、コスト削減がなされた。また、日本国籍がない永住外国籍選手や中学3年生の参加が認められた。これらは日本体育協会が2003年に定めた国体改革を目指したものである。 例年、夏季周期大会の開会式と、高校野球の会場への入場は有料だったが、この大会では、全競技入場料を無料とした。これは、11年前の阪神、淡路大震災に、2006年10月14日から16日まで、第6回全国障害者スポーツ大会、野地菊兵庫大会が開催された。作詞、作曲、山本茂之編曲。 パパ大介歌、恋緑は公開競技今大会より、サッカー男子の出場区分が、青年男子、17歳以上、少年男子、16歳以下に改められた。レスリング少年男子 84kg 級は、網の子3年の長田博樹が、前年の 74kg 級と合わせて、前人未踏の2階級高校4冠を達成した。ボクシング少年男子、ライトフライ級は、 強国校3年の井岡和人が史上3人目となる高校6冠を達成した。高校公式野球は阪神甲子園球場がプロ野球などの試合日程の都合から使用されず、また各市町村の開催バランスをとって高砂市野球場で行われた。この年の夏の甲子園大会での活躍で人気となった和勢田実業の斉藤裕樹投手などの出場で試合前から 高砂市に問い合わせが殺到。早稲田実業の試合には連日観戦客の徹夜組も登場するなど試合前日から長蛇の列ができ、当日も観客が殺到し多くの警備員による限界体制の元入れの入場整理券が発行され入場制限が行われるなど国体市場、稀に見る盛り上がりを見せた。さらに決勝戦は37年ぶり引き分け再試合と、 なったこの年の甲子園大会決勝戦の再現となる早稲田実業隊駒大とマコマイの試合となり盛り上がりに拍車をかけた。結果は1対0で早稲田実業の勝利。クレー射撃会場の岡山県クレー射撃場は前年の晴れの国岡山国体でもクレー射撃会場として使用されており国体史上初の2年連続同一会場での開催となった。 キャンペーンソング、ハバタンカーニバルは、楽曲のジャスラック登録を行わずに、の自菊兵庫国体実行委員会自身が、著作権を管理しており、また著作権フリーという扱いになっている。国体の開会式及び閉会式では、開催地の喧嘩を掲揚、奉納する際に、都道府県民歌が演奏されるが、兵庫県では1947年に制定された。 兵庫県民家の存在が遅くとも1960年代後半に失われており、今大会の開催時には未制定とするのが県の見解であったため代用曲として県政広報番組週刊兵庫夢情報の主題歌であったふるさと兵庫が演奏された。国体での演奏後、同曲は 県内外で再評価され県主催の各種行事において事実上の県民歌のような扱いで演奏されるようになっているが県では同曲を県に関係する楽曲の一曲としか規定しておらず公的には県民歌でも県民愛称歌でもないとされている高校野球は公開競技のためそれまで テレビ中継されることはなかったが、今大会では準決勝戦と決勝戦が CS 放送のスカイエで生中継された。番組テーマソングは朝日放送2006夏の高校野球統一テーマソングスキマスイッチのスフィアの羽を引き続き使用。高校野球の放映権を持っていない民放各局は球場近くの給料地がある小石神社からワイドショー等で 生中継を行った。また、10月1日に行われた1回戦の福知山整備高校対早稲田実業戦は、ラジオ関西でも放送された。試合中に実況アナウンサーが特別中継で放送している、胸のアナウンスがあったため、急遽中継を行ったものと思われる。このほか NHK が開会式を総合テレビで、また開催中は、 午後の時間帯に教育テレビで一つの競技を録画中継、その他の競技はテロップで放送した。一方で、地元独立 UHF 局のサンテレビジョンは、開会式を当日夜に約15分のハイライト番組やニュースアイランド及び、日曜夕刊での特設コーナーで伝えたのみだった。開催前に、大会マスコットのハバタンで、大々的にキャンペーンが行われていたが、 6月25日の国体100日前イベントで神戸市の三宮センター街をハバタンが更新した際、ハバタンが次々とダウンし、救護テントに搬送されるというハプニングが起こった。ハバタンが手当てを受けている様子を目撃した子供がショックを受けたという。今大会では国体史上初の正式競技全競技全種目のインターネット映像制中継が実施された。ただし、 体操等の一部の競技の BGM は著作権法の関係で放送できず、その場合は、幅短カーニバルなど、著作権が発生しない曲、もしくは無音に差し替えられた。また、高校公式野球の試合が行われた際に、予想以上のアクセスがあり一時つながりにくい状況になった。今大会に使われる表彰状には、地元特産の杉原紙が使用された。 ありがとうございます。